サービス片山でーす。現在ね、戦争真っ只中って感じでいいんですか、認識としては。どうなんですかね、まあ、情報を知らなければ何も起こってないけどねって感じです。まあでもまあ戦争おっ始まっちゃってますよね、あの2カ国間ではね、ね、みたいなでしょ。これでさらにオリンピックやってます。パラリンピックってあれですよね、一応オリンピックですよね。そうだね、オリンピック、戦争中、オリンピック中、あとは、ま、コロナ禍でしたっけ、まだ。あ、一応そうですね、一応コロナ禍、この3つが一緒に行われてる。どう思いますかこれ。シャバンデミック、だからなんかこう、こんな報道されながらよくみんなっていう言葉が使えるなと。報道の中でみんなって、だって100人中100人がみんなでしょ。まあ、みんなの中に私は入ってないよって。いや、みんなって100人中100人のことよね。エブリワン、エブリワン英語だけど、みんなって日本語だから、100人中100人が僕はみんなだと思うんですよね。さらに言うと、みんなって人間だけじゃなくて、アメンボとオケラ、アメンボとオケラもみんなですから、そういうことを含めるとやっぱりね、あのパラリンピック、いや意識してほしいですよね。ね、パラリンピック中はせめてやめませんかっていう話し合いもできたと思うんですよ。まあ、ちょっとそういう意味合いも込めて、私ちょっと俳句、現代俳句を今日発表しようかなと。俳句、その前になんかね、はい、雨っていうのが僕結構大事だと思うんです今の雨、うん、だから梅雨の雨、そう、梅雨さみだれ、春の雨、春雨っつったらなんか春雨スープとかみんなそんな感じでしょ。でもやっぱ春の雨ってなんかいいような気がして、僕は。こう季節が変わるよみたいな合図というかね、例えばその梅雨だとじとじと、5月だとしとしと、じゃあ春は、春雨はさらさら。いや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 、春雨、あそこは春雨って言ったし、春雨なんですよ。オリンピック系で春雨ってするとも、え、オリンピック今、うん、オリンピック行われて、7年から、あ、そう、春雨パラリンパッと整いました。現代俳句アクトワンサービス片山一作目いきます。春雨やみんなで眺めりゃ上がるかな、春雨やみんなで眺めりゃ上がるかな。以上、アクトワンサービス第1作目現代俳句でした。ではインタビュー行っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、インタビュー1組目受けてくれる方見つかりました。早速インタビューしていきたいと思います。そのお名前の方とか、そのニコニコ動画のチャンネルの方とか宣伝あれば。ヘナチョコサダとロングリードと申します。ヘナチョコサダ、ヘナチョコサダアットアットロングニート、ロングニートさんですね。ヘナチョコサダアットロングミートニート、ニートニートニートさん、ロングニートさん、長いはい、長いニートさんですね。で今日インタビューする内容っていうのはこちらの方ですね、テーマを設定しているんですけど、あのロングニートさんの方で、はい、あのなんかこう話してみたい内容とか、そのなんか友達とかその家族になんかあんま相談できないようなその重いテーマとかあれば、これをインタビューっていう機会にしてちょっとなんかテーマとかもらえればそこから広げさせていただきたいなと。いや、まあ特にないんで、じゃあこちらがテーマ、ね、あの今日のテーマはね、なんか、はい、みんなって、はい、なんか言葉、みんなって言葉いりますか。みんなとか普通って言葉は、こう権力が手を戦わせるための言葉なんですよ。素晴らしい。俺インタビュー相手見つけるあれあるでしょ、ね、やっぱね。すごい、そうね、やっぱそうっすよね。そうです。じゃあもうちょっとこれからちょっともうみんなっていう言葉が、ね、みんなっていう言葉があるくせして戦争してるわけですから。そうですよね、みんなっていう言葉があるんだったら戦争にならないはずなのに、ならないですね。そのずっと戦争っていうのは消えないわけじゃないですか。そうですよね。
これみんなっていう言葉があるからですよ。そうですよ。逆になんか個人個人、はい、おのおの、はい、そういう力を大切にした方が、戦争ってなくなるんじゃないかなって僕は思うんですけど、どう思います？この力を発揮した方が、うん、戦争は止められると思います。素晴らしい。じゃあ個人主義ですか？まあ、個人主義です。じゃあ僕も個人主義なんで、ちょっとこれは早めに終わっちゃったけど、言ったのが、うん、最後にね、このカメラに向かって、はい、一言ちょっと大声で僕がせーのって言ったら、これからは個人主義が世界を救うって言ってもらっていいですか？いきますよ、せーの、これからは個人主義が世界を救う。ありがとうございました。じゃあメインインタビュー聞きたいと思います。ありがとうございます。メインインタビュー受けてくれる方見つかりました。お名前の方ちょっと聞いてみたいと思います。お名前の方伺ってもよろしいですか？萌香です。萌香さん、萌香さん、先ほどちょっと事前にはねお話聞いたところ、うんうん、こっちでテーマ決めたのでいいっていうので、うんうんうん、今日のテーマは、はい、みんなっていうキーワードなんですけど、例えばそのみんなってこういう言葉を聞いてなんか思われることありますか？思われるグループとかですかね。グループですね、みんなね。みんなのためにとか、なんかそこら辺までこう行くと、うーん、難しい。なんなんだみんな、みんなみんなって言うけど、結構一括りに。そう。一体これみんなってなんなんだみたいなところはやっぱありますよね。あります。100人で考えたら、一体どこまでがみんななんだろう。僕はなんか100人いたら100人がみんなって思ってるですよね。ですよね。だからそのみんながこういい世の中って歌ってる割には、まあ、誰が歌ってるんだか知らないですけど、はい、なんかそんなイメージあるじゃないですか、はい、でもなんか実際になんか戦争が世界のどっかで始まりつつある、うん、でコロナも終わらないとか、なんかそこら辺考えるとなんか思うことってありますか？コロナが終わらないのはもう本当に鬱になりそうで。あ、戦争は平気？戦争は全然わかんない。わかんない。まあわかんないよね。わかんない。わかんない。戦争わかんないか。気づいたら起きてたみたいな。ああ、まあでもどうでもいいとまでは思わないでしょ。まあ、思ってないけど、でも自分ではどうしようもないもん、ね。うん、そうですよね。日本でいや、まあやってるわけじゃなかったし。ああ。全然知らなくもないけど海外だから、うん、でせめてもうちょっとなんか日本の政治家もうちょっとなんかリーダーシップ取ってやってくれたらなんかいいよなって思うね。あ、でもそもそもみんなっていう言葉があるんだとしたら、まずみんなパラリンピック盛り上がりませんか？パラリンピックも一応って言っちゃおかしいね。オリンピックですから、うん、ね。あとパラリンピックの間だけはちょっと戦争はちょっと一旦停止するとかね、うん、そういったこと考えるとなんかみんなっていう言葉って別に必要ないんじゃないかなって俺は思うんですけど、どう思われますか？必要ですか？なんかごまかされそう、ごまかしやすいような気がするんですけど、確かに一人二人でもみんなっていう、そうそう、みんなのせいで困る人たちっていっぱいいると思うんです。だったらちょっと一回みんなっていうのをなんか使うのをこんだけ外来語バンバンね、ステイホームだとかなんだか使うんだったら、みんなっていう言葉一回ちょっとやめないか。あ、そうです、絶対その方が、あ、いい。おっと、じゃあこれちょっとインタビュー終わりにしたいんですけど、カメラにじゃあ一言言っていつも終わりにしてるんですけど、せーのって僕が言ったらもうみんなって私は使わない、そうしましょう、それでいきましょう。じゃあいいですか？せーの、もうみんなって私は使わない。ありがとうございました。3組目インタビューしていきたいと思います。ありがとうございます。3組目インタビュー受けてくれる方見つかりました。早速インタビューしていきたいと思います。まあちょっとなんかおかしいですね。ちょっとなんかこうおかしいんでちょっと聞いてみたいと思います。すげー怖え。どっから聞いた方がいいのかちょっとわかんないですけど、何を普段されてる方なんですか？今アパレル。アパレルですか？この格好でアパレルしてるんですか？そうですね、ちょうど今日から。一回ちょっと鼻のとこ持っていいですか？柔らかい。ああすごい、ザラザラ。じゃあそのお仕事とは別に違うことをされてる？はい、それともお仕事の宣伝ですか？お仕事の宣伝です。あ、お仕事の宣伝。じゃあ会社の名前が書いてあるんですね。そうです。
あとその前に個人のお名前とか聞いても大丈夫ですか。ホーリーショットっていう。ホーリーショットさん、はい、ホーリーショット SNS とかなんかやられてる。そうです、やってます。ホーリーショットさん、それも含めてもう全部宣伝しちゃってください。今です、全然ね再生されないけどね、ごめんね。でもこの前の回なんだっけ、うん、ラファエルさん出てる、あ、今日上げたやつブログに載ってるんで見てみてください。準備あるんですけど、あ、いいっすよ、もう。ただ、まあ、そんな感じで。活動、革命家？革命家だ。あ、ちょうどね、うちのチャンネル、革命家募集してたところなんですよ。革命家？よかった、アパレル革命家？革命家見つかったわ。どういう、なんかちょっと気になるね。はい、アパレルか。これからいろいろ面白いことやっていくんで。じゃあ何かあったら、ここ、お願いするんで。よろしくお願いします。うん、はい、ね、はい、お願いします。じゃあ、これで終わりにならないんですけど。すいません、ちょっと一回しまってもらっていいですか？アパレル革命家さん。でインタビューじゃないですけど、僕らある程度テーマを決めさせてもらってるんですけど、なんかその名前自体なんでしょう、ホーリーさんの方で、なんかその友達とか家族にはなんかその重すぎて言えないことあるんだけど、なんかずっとつっかえて解消できないような問題とかあれば、このインタビューきっかけになんか言ってもらえれば、なんか広げさせてもらいたいなみたいなのはあるんですけど、ちょっと真面目な話でも何でもいい、本当になんか今のこの例えば戦争とオリンピックとコロナが今同時に起こってるわけですね、はい、ほとんどカオスじゃん、はい、これを誰に相談したらいいか分かんなくないですか。友達だったらもういいよそんなもんな、俺らが何言ってもなんねん、どうにもなんねんだよってなるし、家族なんてあーもうそういう話はやめるってなるし、でもなんか気になるみたいなところがあれば、真面目な話、なんか本当はもうちょっとつっかえを取ってもらってなんか帰ってもらえれば僕ら嬉しいかな。なんかあんまり話す場所ないと思う。そうですね、ふざけた話でもいいから、どっちでもいいですよ、うんうん、さあネタでいいですよ、ネタ言いたいですもんね。そうっすね、じゃあどっちですか。今まで、うん、親も知らない、親も知らない、うわ、小学校4年生くらいかな、はい、弟がいて部屋別々、うん、弟は一緒で2人で2段ベッドに行って、夜ちょっとトイレ行きたくなって、うん、トイレ行ったら今でお父さんとお父さんが下で、お母さんがちょっと上になって動いてるところを見てしまったって。それを見てどう思いました。いや、やっぱ小学校の頃だったんで、4年か、なんかすごい、なんかすごいことしてるな、合体してるみたいな、なんかもう本当に愛がありましたね。あー、そうですか。でなんか僕ちょっとこのチャンネル結構なんかいろんなことをやってるんですけど、なんか例えばね、今なんかそのコロナが1万人レベルで起こってるやつとかあって、はい、でそのまあ主要がオミクロンだと言われてて、はい、僕それオミクロンが来る前にオミクロンを煽ってたんですよ、恋オミクロンみたいな、はい、それを今ちょっとインタビューの終わりに2人でちょっと合体バージョン、合体バージョン、合体バージョンをやって終わりにしたいんですよ。いいですか、はい、じゃあそこ向き合ってせーので、どちらかな、最後にこっち向いて、オミクロンって、どうですか、ありがとうございます。せーので合体、せーの、合体オミクロン、ありがとうございました。では最後の組行ってみたいと思います。最後の組インタビュー受けてくれる方見つかりました。はい、ありがとうございます。名前の本当に聞いてみようと思います。石塚サトシさん、今日はもしかしたらどこから出られてくるか、どこら辺から、調布って田園調布の、いや、ノーマル調布、東京の調布、調布ってあれだよね、府中のなんか近く、そうだよね、通りでね、なんかこう、なんか感じをイメージを受けるんですけどね。なんかまあ早速話聞いていきたいと思うんですけど、一応インタビューのテーマとしてはこっちは用意してるんですけど、そのなるべくならその街の声っていうのを残したいんで、なんかそのインタビュー受けてくれる方の方で、なんかその例えば今その戦争とコロナと、なんか、まあ、オリンピック、同時に並行して行われてるじゃないですか。だからほとんどカオスって言ってもいいんですよね。その中でなんかこうそのなんか友達に相談するにはちょっと重いし、その家族に相談してもはーとしか言われないしみたいな、なんかちょっとつっかえてるような、なんか気になるような、解消されないような問題がもし終わりになるんでしたら、なんかこのインタビューきっかけになんかおっしゃってもらえれば、そこから広げさせてもらいたいなと。そこでも結構なんだろう、自分もいろいろ SNS で活動しているので。
まあ、いろんな仲間がいて情報を共有し合ってるっていうのがあって、まるで自分の中では消化できてる部分とか、あ、じゃあ特にないって感じですか。そうですね、やっぱでもシナリオに見えちゃうところっていうのはどうしてもありますよね。ちなみに今日のこっちで用意してるテーマがみんなっていうキーワード、はあ、みんなって言われてどう思いますか。素敵な言葉ですね。素敵ですか、ええ、僕はもう逆に捉えてて、みんなって言う割に戦争やってんじゃねえ、みんな平和にみんなみんなって言うんであれば、これだってみんなって昔から言われてる言葉ですね、みんなみんな。それが何年経ってもまた戦争かって僕は思っちゃう。だ言ってる割に何年じゃねえかっていうのは僕はずっと思ってる。だったらでは、まあ、でもね、今回の戦争、もう時代的には、まあ、第二次世界大戦以来の出来事だと思ってるので、まあ、あれだけ大規模な市街地戦っていうのは、まあ、その中東ではちょこちょこあるんですけど、でも あれだけ人口密集地で、まあ、戦車がガラガラ飛ばれてるので、第二次世界大戦以来だと思ってる。まあまあね、もうロシアが後がないっていう状態で立たされてるところからの多分戦争だと思うんですよね。だから敵もう仲間がいない状態じゃないですか、ロシアが。そうで、ね、まあでもシリアとかこれからじゃ、ああそういうね、そこら辺まで発生したら本当に世界大戦になるかもしれない、ね、だからそういうそこでやっぱ活躍するのが本来であるならみんなっていう言葉じゃなくて、一回ちょっと今何が行われてるかっていうと、平和の象徴であるオリンピックが開催中なんですよ。これを世界中のみんなが把握できてれば、少なくとも開催中は停戦しませんかっていう外交ができるはずなんです。それを誰も言わないですよ、うん、そこら辺どう思いますか。まあ、でも正直言って今回北京のオリンピックパラリンピックに関しては、まあ、始まる前から、ね、外交的ボイコットとか言ってたり、あんまその、ねね、メディアと民衆の温度差っていうのを強く感じてたんで、まあその部分において、まあ、前回の、東京オリンピックからそうなんですけど、 IOC に対してこれいいのっていう疑惑って全部ね、やるやらないだったり、そうですよね、オリンピックに対してのなんかこう熱があそこら辺から、ね、冷め始めてるんじゃないか。特にパラリンピックですね。でね、オリンピック終わった瞬間にロシア侵攻みたいになってたんですか、まあ、あれ多分パラリンピック開催、するって決める前段階で、やっぱり今ちょっとやばいんで世界のなんか状況がちょっと一回止めますっていう選択肢も僕はありえたと思うんですよ。だって東京オリンピック延期1年できたんだから、まあ、戦争でできないってのはおかしいじゃないですか。戦略的な部分が多分、もう一回聞いても1年前から、まあ、具体的な動きがあったんで、それのなんか戦略的な部分、そこら辺をもう全部ひっくるめた上で聞きます。もう一回聞きますけど、みんなって必要ですか。どうせできないんだったらみんなっていうよりは僕は個人の方に力を入れた方がいいと思います。個人個人本当に正しいと思うことを信じて生きていれば、多分そんな右向け右って言われても全方向に向くと思うんですよ。みんな個人主義を大事にあれば、なんかそういう社会の方が本当は、そういう社会を目指した方が本当は戦争が僕はなくなるんじゃないかって。まあでも難しいね。いやでもだって今回のこの事態でもなんかちょっとだけ光が差してると思うのは、差してますか。でもロシア国内で大きなやっぱりデモとか反対の動きが、まあ、SNS から始まって、ね、まあ、日本でもねデモ行進が行われたりとか、平和に対する気持ちっていうのを、まあとりあえず課題のせんけど、でも形にちょっとしてきたりしてるっていうのは、やっぱりみんなでっていうのがあるからじゃないかなって部分もあるんで、まだまだね、それの結論を、今おっしゃったことの結論を出すには、まあ結論は絶対一生出ないと思うんですよ、はい、一生出ないと思うんだけど、何かみんな忘れませんか。例えば戦争、第二次、世界大戦の時、日本は、軍国主義でしたね。軍国主義の時、画家たちにこういう絵を描きなさいって命令されしてたんです、軍国主義だから。でも画家たちは、いやそんな絵は描かないって筆を持って戦った人たちがいっぱいいるんです。それが
なんかバンクシーさんとか、まあ俺はもう過去の話だと思うんです。過去にいましたけど、今この世界状況に対してアートっていうのは機能してるんですから。そのアートっていうのはやっぱり子に僕は結びついてるんじゃないかなって思うんですけど、またひっくるめてなんかみんなっていう概念、少年はね、行くんですよ、バンクシーっていうのは。あ、今からで、まあ、あの人展覧会を否定しようとした人ですか、まあね、それがこあの回顧展やってるんですよ。まあでもあれはね、なんだろう、主催者が勝手にやってるっていうかもしれない。まあまあ、なんか別にそれで利益が生じるわけではない。なんかその最後ね、あのインタビュー、あのこれ多分もうちょっとあの酒入ったら1時間ぐらい話せそうな話だから、だからここら辺でなんか一回ちょっと終わりにして、なんかお互いの中間点みたいなところを最後カメラに向かって一言言って終わりにしてるんですけど、なんかみんなっていうイメージがちょっと僕のインタビュー受けてなんか変わった部分があれば、なんかちょっとそれ教えてほしいですね。まあ、でも最初の回である家族の器っていう字が4人の口がある、その最初のためにの家族から大事続けていけば、もうそれでもみんなになるじゃないですか。子ですよね、一応ね。じゃああれですか、まず家族、うんね、いいよね。じゃあせーのって言ったら、まず家族、これで終わりましょう。せーの、まず家族。ありがとうございます。これで終わりたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。